はようございます、カブパパです。今日はですね、日の江又村に来てます。今日登る山はですね、この山、会津駒ですね。去年はね、日打ち登ってですね、今年になってから、まあ大勢を随分歩いたんですけど、まあ残された山ということで会津駒、これから行きたいと思います。夏の間はね、こっから先車で行けるんですよね。歩いて30分ぐらい行ったところに5、6台止められる駐車場あるんですが、もう冬季閉鎖ということですね。ここもね、雪解けの季節ですね、4月5月頃に来るとですね、まだ雪が70センチ、1メーターぐらい、場所によっては積もってるんですね。近道。天気はいい感じですね。天気予報通り。なるほど、近道。まあ、かなり急ですけど。いや、近道っていう甘い誘いに乗っちゃったけど、まあ確かに近いかもしれないけど、急だわ。こっちの方に会津駒の一部が見えてきましたね。まだまだ登り始め20分ぐらいしか経ってないですね。はい、元の道と合流。いや、きつかったよ。いや、こっち歩いてくれよかったな。ここはですね、駐車場になって5台ぐらい置けますね。詰めれば10台ぐらい置けるかな。夏はね、ここまで車で来れます。はい、こっからです。カメラが言うこと聞かない。7時6分、登山口を登ります。急なのが続くね。滑りやすい。7時24分ですね。登山口から20分登ってきたんですけど、いや、
っとね、キュート、まあ、人によっちゃキュートじゃない人もいるかもしれないけど、俺にとってはキュート。今ね、標高それでもまだ 1200m ぐらいですね。そんなに上がってないんだな。こっからあとね20分15分ぐらい行くとヘリポートの跡があるということなので、まあそこを中継点というか、仮目標として、まあ、頑張って歩いていきたいと思います。お、雪だ、降ったんだね。まだまだ登るようです。お、ベンチ、おう、ちょっとだけ休もう。イエー、だいぶあるね。結構あるね。まだまだ登りが続きます。こんな感じで今標高ね 1450m、 かなり雪が出てきましたね。路面も凍ってますね。尾瀬の山の方が見えてくるようになりました。はい、ベンチ、山頂まで 2.9 キロのところですね。ちょっと休んでこう。よいしょ。7時ちょいに登山口出てですね、標準タイムが1時間半なんですね、ここまで。で、僕らはですね、1時間半のところを1時間40分で、10分遅れで上がってきました。いやー、こんなにね、雪、あとは思わなかったね。まあ、寒いのに対する格好を持ってきたんで別に大丈夫なんですけど、結構思ったよりも雪があります。よし、じゃあね、8時52分、駒の小屋に向けて出発です。はい、行きましょう。完全雪道でも、凍結はしてないんで滑り止め抜きでとりあえず上がれます。いい天気ですね。ちょっと展望開けたんで、こっちがね、荒海山、その奥が那須の山ですね。だいぶ
今標高が 1600m、 あと500ぐらい登んないと。遠いね。結構雪、どれぐらいだろう、50センチぐらい積もってんのかな。カウママが南下してる。小屋が見えてきましたね。あった、あれが肩の小屋ですね。やっと見えてきた。で、ね、こっちがね、会津駒の山頂。さあ、あと30分ぐらいかな。頑張っていきましょう。山頂まで 1.2 キロ、いい感じですね。晴れてね、すごいね。踏み抜き注意です。あれが駒の頂上ですね。お、でも、だいぶゆっくりだ。これなんだか信用できねえな、これ。会津駒ヶ岳山頂が見えてきました。片の小屋からは 700m です。
でちょっと迷ってますけど、素晴らしい眺めです。まったり。いただきます。はい、よ、ご飯食べます。はい、ガリバタチキンです。見えない、逆光。おー、いいよ。これ標高いくつぐらいなんだろう。ね、測ってみると1930。あ、うん、そんなもんかな。ちょっとこれかけますとして。うん、なんとなくこれで揺らすから。混ぜ混ぜお願いします。これでいいよ。豪快だね。はい、いいよ。チョコです。12時40分です。結局ね、山頂行ったのはカブママだけでした。ちょっと僕の方がまったりしすぎちゃって体が動かなくなっちゃって、名残惜しいですが、あえてゴマヶ岳を降ります。すごい雪原です。スキーでシューッて行きたいね。ダンボールで行くよ私は。シリスキーでもいいね。投げ、やっと登山口到着って。うわ、超疲れた。お、だいたい2時間、どれぐらいだろう、2時間20分ぐらいかな、標準タイムかもしれないですね。お疲れ様でした。